はい、どうもこんにちは、水にゃんです。本日のサブチャンネル1本目の、動画なんですけれども、まあ、今後のですね、NHK 党、政治家女子、48党を、占うと言っても過言ではない、足立区議会議員選挙などのですね、話をしていきたいと思います。で、まあ、今月、21日に、足立区議会議員選挙ね、足立区長選挙の、投開票日が、あります。で、まあ、従来ですね、まあ、NHK 党からは、黒瀬、信明さんも立候補、する予定、でした。で、政治家女子、48の、井の前聖羅さんが、井の前聖羅と、次世代足立という、まあ、政治団体を立ち上げ、まあ、そっちに、一本化することに、なった、みたいです。で、まあ実質ですね、まあ井の前聖羅さん、これまあステルス作戦と言っても、過言では、ないですね。で、まあぶっちゃけね、個人的には、足立区で、長い間、まあドブ板を続けてきた、まあ黒瀬、信明さんの方が、まあ井の前聖羅さんよりも票を取れると、思って、るんですけど、まあ、井の前聖羅さんに一本化したのは、ミス、じゃないかと、感じます。で、まあ、先日のね、統一地方選挙で、まあ、NHK 党と、政治家女子、48党が、大惨敗をね、喫し、で、NHK 党や、まあ、政治家女子、48党の看板じゃ選挙を戦えないと、悟ったのか、まあ、政治団体を作り、そっちで、選挙戦を、やる戦略。まあ、これがですね、まあ、荒川区で、ね、うまくいったというのも あるんですけど、さすがにですね、荒川区は、まあ、現職だったというのもね、あるし、あと、地道にですね、活動し続けたという背景があるので、まあ、今回のですね、足立区にこう照らし合わせたとしても、あんまりですね、意味がないと。まあ、付け焼き場すぎますよね、という話ですね。で、まあ、足立区議会議員選挙なんですけれども、定数45人です。で、前回の2019年、立候補したのが、57人です。で、まあ、当選のボーダーが2955票でした。で、まあ、今回ですね、選挙 .com に、よるとですね、定数45人のところに、61人が、まあ、立候補予定と。で、まあ、ここにですね、公明党が13人候補を擁立する。で、まあ、公明党というのはね、まあ、基本的に全員当選、させるというところ、まあ、うまい票割りをするので、ね、全員当選するというのもあるので、まあ、実質ね、32の椅子を48人程度で争う、激戦です。なので、まあ、16人が、まあ、落ちると、まあ、いうことですよね。16人程度が落ちるということです。で、ここになんとですね、新興勢力である参政党で、あとはですね、令和新選組もね、候補者を出す予定ですし、で、前回ですね、公認候補者が落選をしている日本維新の会、今ですね、まあ、勢いがあって統一地方選挙でもですね、大勝利をですね、演出しました。で、3人、立候補予定です。で、まあ、参政党もね、令和新選組も日本維新の会も、まあ、NHK 党やね、政治家女子48党より、まあ、勢いが、あるし、断然ですね、票、取れます。なので、まあ、井の前聖羅さんが、急ピッチでね、政治活動や、選挙活動、これを進めていっても、かなりですね、厳しい、結果になるでしょうというね、お話です。で、まあ、特にですね、やっぱ、参政党で、あとですね、NHK 党、この辺っていうのは、やっぱ支持者層が、まあ、似たり寄ったり、まあ、同じ周波数、なんですよね。で、なので、まあ、参政党がですね、出てきたことによって、まあ、結構 NHK 党もですね、支持者、食われてるんじゃないかなと。思います。で、あとはですね、まあ、令和新選組もね、地方議会議員選挙にこう、どんどん進出してきている、ということもあるし、で、まあ、参政党、令和新選組、まあ、この辺もですね、まあ、ネットを使った空中戦、
で、あとは、ドブ板、ね、この、地上戦ですよ。ね、空中戦と地上戦のハイブリッド型のね、選挙戦略というものをうまく、活用している、ところなので、まあそういった意味においてはですね、まあ NHK 党、政治家女子48党と、勝ち合うと、いうこと、なんですね。で、まあ立花孝志さんの、まあ、選挙戦略がうまかった背景というもの、何があったのかというと、まあこのですね、ネットを使った空中戦、で、あと、ちゃんとドブ板をね、候補者たちがやっていくこの地上戦、このハイブリッド型というもの、プラス、このワンイシューというね、まあこういう戦略がですね、今までですね、うまくいっていたんだけれども、それをですね、活用してくるような、まあ政党とかがどん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 増えていく。で、候補者も増えていく。まあそれによってですね、まあその NHK 党、政治家女子、48党、で、立花孝志さんの、戦略、まあこれらにですね、優位性が全くなくなってしまったということなんですよ。で、ことにこうなってくると、じゃあ次は、何が必要なのかというとですね、やっぱりこう政党というもののイメージ、なんですね。で、まあ、井の前聖羅さんなんですけれども、政治家女子48にこう関わったというような、背景も、どうしてもあるので、まあ、有権者からのイメージってやっぱり良くないと思うんですよね。まあ、どうしてもですね、やっぱ政治家女子48がイメージを変えようとしても、どうしてもこう、立花孝志っていう人間がこう関わってしまっているということ自体が、有権者にとって、敬遠するですね、一つのこう材料と、なって、しまう。もうこれがですね、どうしても、まあね、政治家女子48には、ネガティブに作用しているというところ、でしょう。なので、まあ、ステルス作戦をやったとしても、ただですね、何にもこうバックボーンがない限り、まあ、当選者を出すことができないんじゃないかなと、僕はですね、考えております。で、まあ今回ですね、黒瀬信明さん、僕非常にかわいそうだと思うんですよね。あんだけまあ長くですね、足立区でまあドブ板をまあやってきた。で、まあドブ板やってきた。まあそっちの方がですね、やっぱ票は取れるんですよ。地道に長い間ね、こうドブ板やってる方が。で、そういうまあ活動をこう努力をやって、いたけれども、まあ今回ですね、まあ立候補を辞退することになったと。で、まあここの部分もですね、やっぱり、なんだろう、支持者の人たちは不信感を、持つことになるでしょうと。で、こういうですね、まあなんだろうな、こういうなんか、まあ、やり方っていうものがどうしてもですね、まあ、その党に対するこう求心力が弱まってしまうような原因にまあなるわけですね。なので、まあ、今後のことをですね、考えるのであれば、まあ、党にこう対してのこう支持者が不信感持たないようにしなければいけないから、まあ、両者ですね、まあ、立候補させ、まあ、今回のね、まあ、足立区議会議員選挙、負けてもですね、両方落選したとしても両者こう立候補させて、で、きっちりこう選挙戦を戦わせるっていうやり方。まあ、こっちの方がですね、まあ、今後の、まあ、NHK 党、政治家女子48党、これらには良かったんじゃないかな、というふうにね。まあ、僕、思うし。で、万が一ですね、やっぱ禍根が残った場合っていうのは、このね、禍根の修復っていうものに時間がかかる。だから良くないですよね、という話。だからまあ、立花孝志さんのまあ戦略っていうのはもうだいぶ間違えているし、まあこの戦略をこうね、取ってしまった、このね、付けっていうものは、じゃあ誰が払うのかって言ったら、まあこれは立花孝志さんが払うことになるんじゃないかな、というふうに、思います。で、やっぱりですね、まあその、NHK 党、政治家女子、48党というのは、まあこれから先ですね、まあ再度まあ盛り上がっていくことはまあないだろうと。で、まあ、こう、批判の的にこう、さらされてし、まあ、批判の的であり続けることになってしまうんじゃないかな、というふうにね、思うし。で、やっぱ、立花孝志さんとその大津彩香さんのこの主導権争い。まあ、この主導権争いの、まあ、結果というのがね、まあ、今後、出てくるというふうに思いますが、まあ、どう転んでも、良くないような結果になるでしょうと、私は、予想しております。
ということでですね、まあ、本日の、動画なんですけれども、もしこの動画を見ていいと思う方は、グッドボタン、そして、チャンネル登録をお願いします。ということで、以上、ミズニャンでした。じゃあね。